皆さんこんにちは。カンターレオカリナ講師の山口宗志と申します。スピッツさんの作曲の優しいあの子という曲を題材にレッスンをしていきたいと思います。朝ドラの夏空というドラマの主題歌として使われて、広く知られた曲となっています。シャープが2つ、調合が2つといった音階になっているんですけど、ちょっと難しい指使いが出てきますので、最初のラの音はオカリナの最低音に 4C のオカリナの最低音になります。まずこのオカリナ塾についてなのですが、オカリナ塾を語る上で忘れてはいけないこのカンターレさんのオカリナについてです。まずですね、このカンターレさんのオカリナはとても素晴らしい楽器なんです。何が素晴らしいかと言いますと、楽器の完成度が非常に高いと僕は使用していて思います。具体的に言いますと、一番は音色が、音色がとにかく良いということ。他にもいろいろありまして、音程が良かったりとか、この穴の配置ですね、この塞ぎやすさとかも演奏にかなり関わってくるのですが、それも全然ストレスなく演奏ができる。そしてこの見た目も僕はかなり気に入ってまして、音楽とはちょっと関係ないかもしれないんですけど、なんかこのスタイリッシュな楽器のフォルムといいますか、形にも僕はすごい愛着があります。僕がこのカンターレさんのオカリナで、練習をしていて、ある時すごくびっくりしたことがありました。初めのうちはあんまり感じなかったのですが、なんか息の量とかスピードとか、少しツボがありまして、そのツボを掴んだ瞬間に、なんと言いますか、この部屋の空気が振動すると言いますか、ゴーという感じでとても大きい響きが出たんですね。これは本当にカンターレさんのオカリナの大きな特徴だと思っていて、実際に私が生徒さんのレッスンをしていて、で初めてのレッスンの時に別のメーカーのオカリナをお持ちになったのですが、2回目のレッスンからカンターレさんのオカリナをご購入されて練習を始めたのですが、早速ですね、響きの量とか、特に音の伸びが大きく変わりまして、とてもこのカンターレさんの楽器のパワーを実感しました。なので本当にこの楽器は僕はおすすめです。はい、そしてオカリナ塾についてですが、僕は音楽大学を卒業しまして、長年レッスンを受けてきました。そんな僕が思うオカリナ塾の長所を今日はお伝えしたいと思います。音楽のレッスンですと、対面でレッスンをできるというのが一番っていうふうに言われておりますが、こういった、動画のレッスン、動画の、レッスンですね、こちらもかなりメリットがありまして、特に、オカリナ塾、カンターレさんのこのオカリナ塾は、複数の講師が担当してレッスン動画を作成しております。ですので、一般的には、一人の先生に、レッスンをしてもらうっていう形がほとんどですが、同時に何人もの先生からレッスンを受けることができます。これは普通ではなかなかないことでして、先生によって教え方が違ったりとか、観点が、視点がちょっと違ったりとか、そういったところも多少はありまして、音楽をいろんな面から捉えることができるというのは、レッスンを受ける側にとってですね、非常に大きな刺激になります。はい、他にはですね、動画でのレッスンになりますので、自分の好きなタイミングで、好きな時に復習をすることができる。また分からなかった時は、動画を少し戻して、何度でも分かるまで動画を見ることができるということです。通常の対面レッスンですと、時間も限られてますので、分かるまで教えてもらう、何度も教えてもらうというのは、なかなか難しいところがあります。レッスン動画だと、分かるようになるまで何度でも見ることが、
復習することができますので、そこは非常に大きなメリットだと思います。はい、そんなことからですね、カンターレオカリナ塾はとってもおすすめできますので、まだ入塾をされてない方、入塾を考えている方はですね、ぜひ入塾をしてオンラインレッスン動画でレッスンを受けてみてください。すでに入塾されている方はこれからも一緒に頑張っていきましょう。